はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。前回から少しだけ進めていてですね、滝川を滅ぼして伊勢を獲得しています。で、それに合わせてですね、いくつか武将も、補充というかで、雇い入れていますので、まずそこから、ご報告というか確認をしていきましょう。画面の左下見えてる、まず滝川和正ですね、入れています。和正能力見ておくと、今ね、騎馬隊になってるんですが、適性見るとやっぱり和正鉄砲なんですよね。なので、和正は鉄砲に変えます。で、その他武将いくつか入れているんですが、主だった武将、強い武将で言うとね、今お話した、やっぱり、和正になるのかなというところですね。その他で言うと、黒田家の家老たちですね、栗山善助だったり井上、このあたりを入れています。あとは、和豊、さらに高山右近なんかも入れたというところになっています。で、早速ですね、武将に関しては、特に、今、話の出た、滝川和正なんかはね、もう陛下を変えちゃいましょう。鉄砲に変えます。で、それと同時にね、徴兵を入れているので、自動徴兵で全員兵をマックス回復しちゃいましょう。で、その他の武将はですね、どこに詰めているかというと、秀長軍としてやっぱり勝家、ここの抑えとしてね、金ヶ崎に13の武将が入ってます。で、ここもですね、ちょっと見直しをかけていこうかなというところなんですが、秀長の適性見ると鉄砲10、足軽19は圧倒的だよね。なので一旦このまま徴兵だけにしましょう。で、戦闘向きでない、宗伝ですね。彼とかに関しては、もうどうしようもないというか、戦闘に出す予定はもちろんないので、このままにしましょう。では、ここからゲームの進めていきましょう。まずは内政表示をやっていきます。もうね、本当に結構苦しめられてるのが、一騎なんですよね。なので、遠く離れた場所には、一騎対策をしておかないとまずいことになるな、というのがあるので、一騎対策していきましょう。田島に奉行所入れます。あとは他にも建設はね、積極的にやっていきましょう。長政、浅野壇上長政にも空き地には市場を建てていきましょう。あ、そうそう、すっかり忘れてたけど、政策ってどうなってる？今政策実行中だね。側面強化かなんかをやっていたはず。そうですね、側面強化やってます。なのでこれ終わり待ちですね。そしたら、この後は、主力部隊ですね。伊勢に集結している主力部隊。ここを動かしましょう。金ヶ崎に向けて。で、その観点から、やっぱり、結局のところ、この伊勢はね、攻略したばかりのところになるので、和豊に命じて、伊勢にも、奉行所を建てちゃいましょう。これで安心ですね。で、奉行所を建てたところ、プラスで、お金も欲しいので、右近、高山右近に、近くに市場を建てさせましょう。これでお金もほぼほぼ使い切っちゃったな。まずいなっていうぐらい使い切っちゃったんで、主力部隊を移しましょう。主力隊を、ここ越前金ヶ崎へ移動して、いよいよ勝家との決戦に備えます。で、ちょいちょいねカットインしてきているこの沼田騒動の話も、実は前回ごめんなさい勝手に進めちゃってるんですけども、源次郎信繁、つまり雪村が
上杉のもとに、まあ、人質で入るという話と、まあ、実際にはね、景勝がとりあえず、家康と、まあ、対決した後に戻ってこいっていうような話で、今、その続きの話が画面上出ています。でだ、ちょっと確認しておかなきゃいけない大事なところで外交情報ですね。下がってきているところは特にないかな。三好、あとは尾張の織田家、このあたりは要注意かなというところと、あと毛利家ですね。これが一番低いです。88。なので、もうちょっと下がってくるようであれば、このあたりはね、しっかり、親善の大使を送りましょう。なんか新しいイベントだね。側面強化完了。これで次お金が入ってきたら新たな対応していきます。え？ああ、びっくりした。殿、大変です。徳川の大軍がっていうから、てっきりこちらに来ているのかなと思いましたけど、これは真田の話ですね。で、このまま見ていきましょう。資金援助ね。お金2000もある？ああ、3000まで貯まってるね。じゃあ、差し上げましょう、三好には。このまま三好には、ずっとこちらについて、置いてもらわなきゃいけないんで。では、出兵していきます。おっと、浮田からも金か。金をせびり取る奴らが多いな、本当に。では、ごめんなさいね。金がないので、徴兵もできないんですが、兵を出しましょう。移動です。秀吉、あとは数正は補充中か。となるとなかなか出しづらいよね。五六、官兵衛。官兵衛ってそもそもさ、兵的性的には何なんだろう。ちょっと確認先にしましょう。侍か。じゃあこのままの適性だってましたね。では、もう一度兵を選び直します。五六、あとは清正、氏里、これで今足軽が2、鉄砲が1、騎馬が1です。なので、騎馬はもう1体欲しいよね。そうなると正則。で、鉄砲隊は孫1。足軽もう1人欲しいな。これ森田兵にしときますか。であとは侍として加藤義明。清正は、騎馬なんで、じゃあやっぱり官兵衛だね、鉄砲隊の。で、うん、侍のね。で、あとは、予備兵力で、秀久、義継、長政、この辺りを連れて行きましょう。ちなみに北方町に純系の軍勢が向かってますね。先に勝家を滅ぼします。お、純慶が、首相な心がけだな。で、勝家軍、これが迫ってきてるね。大軍だな。相手勝家はじめ森政、上野おじき長近、あとは、渡辺。このあたりはちょっと注意が必要ですね。まあ、勝家をここで完封なきままでやっつけましょう。秀吉、五六、官兵衛、清正、氏里、正則、才賀、孫一、二。ここまで6人ですね。まあ、五六ももちろんだそう。で、あとは森田兵に、長政はいらないよな。となると大谷義継、義明、この辺りかな。
これで決戦に挑みます。まあ、ここは絶対に負けられないね。勝家戦、勝家の主力と本格的にぶつかる戦いになりますね。では、まあ、ちょっといつもの変わり映えのない陣形にはなってしまうんですが、核翼の陣を引いて敵を迎え撃ちましょう。鉄砲隊の真横には足軽隊を並べます。で、左右は騎馬隊で、秀吉は右翼に展開しよう。で、あとは侍隊ですね。相手の編成もうちょっと確認しておけばよかったかな。ちょっと確認しましょう。騎馬はいない？本当に？騎馬隊がいないな。勝家は？勝家もいない。本当に？いや、いるよ。そんなわけないよね。騎馬隊は後ろに3人いますね。勝政、勝家、勝利と、いや、この勝家の攻撃力凄ましいからな。真ん中をちょっと厚めにしときたいね。となると早速陣外しましょう。鉄砲隊をもう少し一歩ですね、外に出します。中央は足軽で厚めに固めましょう。やりたいでね。さあ、これでどうなるか。鉄砲隊がうまく機能してくれればね、十分に勝ち目はあると思うんですが、ちょっと待ってくれ。いきなり来たね。いきなり全力で突っ込んでくるぞ、勝家が。となると、今勝家のここにいる勝家が正面突撃をかけてくるので、森田兵ちょうど直線上にいるので、ここは槍ブスまで防ぎます。まあ、唯一武力的にこの森田兵75、適正も20あるので、まあ、なんとかね、勝家の突撃を防ぎでほしいなというところかな。で、ガモ氏里三段打ちですね。玉切れを起こしているので三段打ちで補充。同じく孫一も、三段打ちで補充します。違うところに突っ込んできてるぞ。誰だこれ。勝家は何？清正を狙ってきていた。マジかー。これちょっとかわそう。間に合う？かわしきれなかった。かわしきれなかったね。完全に油断した。で、ここは今度は勝利が突撃してくるので槍ぶつまで防ぎましょう。で、こちらも負けてられないので正則に騎馬突撃をかまします。で、清正も騎馬突撃で敵を粉砕。秀吉は押していきましょう。今全体的に敵を崩すチャンスなので前へ前へと出します。よし、ほぼ壊滅的なダメージ与えたでしょう。よしよし、ほぼほぼ打ち渡しましたね。まあ、ちょっと間に合わないと思うんですが、一応追撃だけしましょう。いやー、ここで勝家軍完全に大ダメージを与えたのは大きいだ。
ただすかさず敵がね、おそらく大軍を送り込んでくると思うので、すぐにでもこれを防がなきゃいけないですね。ここは一旦力攻めに変えて敵を早く殲滅しちゃいましょう。これは第一次上田合戦の話ですね。さあそしたら、ここは援軍を出します。カズマス、長安、あとはさっき出していない武将を出していきましょう。清秀、この辺りかな。敵がね、その再び攻めかかってくるとなるとちょっとピンチなんで、早めに決着つけたいんですよね。ここはさあお金がドカッと入ってきたので、ここはですね一旦表情を開いて政策やりましょう。まあ、秀長かな。秀長にやらせましょう。何やる？本当は火薬改良やりたいんだけどね。まあ無難に刀剣強化、側面強化、正面強化、まあ、この辺りだけどな。まあ刀剣強化かな。であとは神前ですね。今回は毛利家に神前を入れておきましょう。送電を送っておきます。5000も包めば十分だろう。毛利、まあ2000でもよかったかなっていう額だね、今の毛利との関係を考えた場合。ではここで建設も入れます。どこどこやっていきましょう。で今回建設するのはどこでもいいんですが、とにかく今お金が欲しいので市場を建てましょう。これでまたお金がすっからかんだけど、またみんなねせびってくるからね、金くれって。まあ一つ城を落としちゃうのは重要なんで落とします。やってきたな勝家軍。いや違う、成政軍だ。成政軍が援軍できてる。強力だな。間に合うか。落とせ。うわ、あと1、あと1。ここはでもね正直言って自動でやった方が確実だな。こちらは長い対陣で士気がゴリ下がりしてるんで、ここはもう自動で片付けちゃいましょう。よし、まずはここを奪った。もう勝家との本格的な戦いが始まってますからね。お、筒井家が金をせびりに来たな、雷電。そしたら、秀吉の方からも小禄を出して、越前府中城は、こちらが取る。てか、秀吉を出した方がむしろいいんじゃないか？秀吉を行かせよう。イベントがあるかどうかは別にしてね。特にイベントはないか。いや、続々集まってくるね。
これで前田家滅ぼしたかな。で、輝元のところには金を出したのでもう安心だね。いや、続々と帰っていくな、みんな。すごい勢いで。あと、利家は何？ここにも城があるのね。一応、府中だけじゃなくて、能登にも城配慮してますね。そしたら、取り急ぎなんですが、移動できる人はみんな、一旦、越前府中に入りましょう。なんかものすごい数が移動してるな、今。で、残りの軍勢も全員一旦越前府中に入れましょう。で、越前府中から指揮をする。さて、そしたらまず徴兵をしっかり入れておくというのが一つと、あとは内政ですね。いつもの内政やります。奉行所は勝家倒したところは危ないので、早々に入れましょう。和豊。で、あと建設系で言うと、そうだな、やっぱり入れておきたい内容、優先して入れておきたい内容はお金が欲しいので、市場。このあたりはね、サクサクと確実に入れていきましょう。あとは北の省にこもる勝家軍、これを打ち果たすべきだな。早速、決戦に入りましょう。よし！ここで本当に勝家軍主力とも決戦になったね。しっかり策を練っていきましょう。数増、氏里、清正、孫市、あとは正則、あとどうする、長政、これで官兵衛も入れるか。秀久も入れて、森田兵も入れたいところだけど、ちょっと入れられないね。これで鉄砲が3かな、今回は。いや、鉄砲が4か。鉄砲4はちょっと多すぎるぞ。氏里はやめよう。ここは無難に森田兵の足軽、やりたいでいこう。鉄砲が3です。いつもの核力無人でいきますが、鉄砲隊がいつもよりちょっと多いので、しっかりとした陣を組まないといけないかな。これで勝家に決定的なダメージを与える。さあ、敵の陣形見ましょう。勝家は真ん中騎馬隊。騎馬隊が2ですね。森政が騎馬隊。で、相手に鉄砲隊はいないので、無難に戦っていきましょう。鉄砲隊は1段下げます。森政と勝家が鉄
騎馬隊なんで、ここだけ注意が必要ですね。騎馬隊が突撃を仕掛けてきた時の対応です。よし、そしたら三段打ち早速使って弾切れを補充しちゃいます。さあ騎馬突撃来たぞ。勝家の騎馬突撃はかわしちゃいましょう。正則の騎馬突撃を逆に上に向けちゃってかわす。さあここで清正も騎馬突撃でとどめを刺そう。ちょっと待て、やりぶす待て、なんとか。森政の騎馬突撃を森田兵のやりぶすまで防ぐ。防ぎきった、よくやった。よくやったよ、ここは。さあ、抜刀隊も含めて、みんな、敵の総統戦に移りましょう。よし、これで勝家の本拠北の城を完全に取りましたね。まあ金は比叡出しましょう。で北の城は力攻めに変えます。いや、みんな、金なり兵なりよこせよこせって言ってくるな。よし、北の城取りましたね。まあ、この後は、もちろん、勝家をね、追討していきますが、いい時間になりましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、この続きはね、次回プレイをしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。